はい、というわけでね、はい、焚き火の時間、はい、もう夜も更けておりますからね。もう11時ですね。はい、大過保存です。平日の11時やから。小学生はでもまだ起きれるんじゃないですか、夏休みで。ああ、ほんまっすね。夏休みあるんですか。いや、もうややこしいね、そんな言い出したらね。あ、そうですね。夏休みあんのかな。あるでしょ、追撃が。今8月からみたいですよ。あ、なんか短いんでしょ、ほんで。ね。へえ、うん。まあ僕たちは毎日夏休みのような感じですからね。まあそうですね。焚き火もまあこのコロナになって、はあ、あの1個ね、イベントと、はい、なくなったじゃないですか。はい、あ、ほんまや。あれいつやったかな、焚き火の時間。4月か。ですよね。もう遠い昔のことですね。うん、まあそれ以来ね、はい、ライブっていうかそういう焚き火の時間できてませんけど、はい、実は僕らは毎週木曜日に。あの集まって、はい、練習したり練習したりね、練習したり、はい、まあ、したことの方が少ないかもしれないどんどんしたことが薄まって、とりあえず顔は合わせる、合わせるね。でどうせですよ、はい、あの練習するんやったら、はい、ね、もう配信してしまえばいいかな。なるほど。で世の中もうあのコロナになってからごっつい配信じゃないですか、まあ、皆さんね、確かに配信、はい、でも配信のいいとこって、うん、多分好きな時間に好きな場所で見る側見れる、うん、でもやる側もやれるっていう、はい、はははだからよくあるのが配信でやりますとか言ってなんか6時半会場7時スタートとか、あ、6時会場6時半スタートとか従来の形じゃないですか、うんうんうん、でもそれじゃなくて別に配信ないから、まあ、そのやりたい時間にやれるっていうのもまあ一つじゃないですか。うん、ね、古いこの従来 の, そのルールみたいなのをいちいち、まあ、丁寧に守らなくてもまあそうですね、いいかなと。朝方やってもいいし。そう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 、そうなんですよ。配信ライブっていうから別に夜のいつもの時間じゃないとあかんみたいなことはないかなと思って、うん、まあ、面白みとしては生っていう ね, そうね、感じを出したいっていうのはありますよね。うん、うん、だからそういう意味で僕らなんかはやっぱり夜がいいかなと。ああ、そっか、なかなか11時からライブしますってないですからね。そう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 ないでしょう。だからそういう意味で時間も自由にさせてもらうというか、はい、いうのがまあ一番。じゃあその時間、まあ、自分らの音楽に合った時間って何時なんかな、うん、みたいな。そうですね、焚き火と。そう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 、まあ、夜ですわね。うん、そうやね。朝方の焚き火もまあそれも一つの一興ね。そっか、オツですか。まあそれでも夜の続きっぽいもんな。うわあ、そうですね、経てんの、うん、朝5時に起きてさって言ったらまあ遠くの人とかね、またぎとかね、またぎとかそもそもそもって起きてとりあえず焚き火やけど、焚き火とりあえず暖炉を頼む。そういうのあるかもしれませんけどね。そういう意味でなんか、まあせっかくやったら配信、まあ、話は長くなりますけど、はい、言うたらもう8年ぐらい前からもう配信なやってたじゃないですか、ユーストリームっていうね。いやもうこれは本当にもう声を大にして言うべきやと思うけど、ね、まだ残ってますよね。え、残ってないんですかね。いや、ユーストリーム自体が、あ、YouTube には何個かあるのかな、リンクしてるやつ、分からへんけどね。だけど昔もう8年9年前ですよ。あ、毎週ですか。毎週水曜日に神戸のフラットファイブという場所を借りて、はい、バンドをもう入れて、はあ、司会もいて、うん、トークもあって、完全に番組でしたね。番組ね、ライブ放送もあって、コーナーもあってね、お客さんも、はい、ね、来ていただいて、はい、やってたじゃないですか、はい、稚拙なシステムで、うん、でもカメラ2台入れて、はい、スイッチして、うん、ね、やってましたから、テロップ入れて、はい、で あの時はあれが面白いなと思ったけど、やっぱり昨今ね、これだけみんなこうテクノロジーも進歩して、うん、普通になると、ね、僕なんかまだ iPhone5 ですから完全に出遅れてます。あ、逆光なんですかね。いや対抗ですか。そのまま。いや、もう僕は多分興味なくなったんやろね。あ、そっちに。そっちに。 あったら多分ちょっと6になって7にしてて、その時のね。そうですね、だからもう携帯で写真を撮るとか、はいはいはい、ビデオを撮るとか、ああ、なんか配信をするとか、うん、もう興味なくなってるから5で止まってるわけじゃないですか。なるほど、うん、もうちょっと僕のカメラ携帯写真撮ったらめっちゃいいレトロ感出てるから、ね、アプリ使ったような、ね、そうで平成のレトロ感出てますからね。だからそういう意味ではなんか、そういう意味でついていけてないってことはないんだけど、はい、まあなんかやるなら、うんうん、僕はやっぱりちょっとみんなと違ったことをやりたいなっていうのがあって、なるほど、
だからやっぱりこうラジオ放送というかね、はい、音声だけの方が、ああいいですね。まあだってあの配信多すぎるとみんなもう充電も食うし、はいはいはい、映像があったら ねギガも食うし、うん、みんな張り付いて見とかなダメでしょ。まあね、確かに。だあそれよりはもう別にながら押してもらって、はい、今まあお風呂入ってる人もいるであろうし、あ、うん、着替えてる人もいるし、うん、ドライヤーで髪の毛乾かしてる人もいるし偏りがすごい。まあでもこの時間みんなそんな時間じゃないの11時そうですかね。まあ出玉君は多分布団の中で今日一日振り返ったりしてる時間かもしれない。まあ今日のズームアップ聞きながら布団についてるそうね時間ですね。そういう時間やし、はい、まあだから何とかしながらっていうのがね、だから 寝落ちながらとか、はい、まあ、そういう感じで緩く付き合っていただけたら、僕らもそのライブですけど音楽いっぱいしたいなと思ってるけど、うん、別にそのはいコンサートですみたいな感じじゃなく、なるほど、普段まあ練習してあ新曲あんねんけどとか、そうですね、あれちょっと最近やってないなとか、このやりながら、ね、うん、なんかもう人の曲いきなりちょっと やってもいいじゃないですか。上を向いてですね。そうそうそう。清志郎ね。こういう感じ。なんかこれやろうって言ってたみたいでしょびっくりした、ほんまにやるんやと。いくつ、まあそうですね、最後の一節ですねあこの曲ここが一番良くない。あ、まあ、まあそうですね、やっぱりここが僕一番好きそれが何その話題何いや上を向いて歩こうってみんなよくカバーするじゃないですか、弾き語りのコーラとか、まあ、そうです、定番ですもんね。みんなここ雑やねん。あ、ここ雑ですか。みんな上を向いてんところがすごいこう気持ちよそうやねんけど、はい、僕は昔から思ってんけどここが一番いい伝えなあかんとこやと思う確かにね、絶対だってこのさ、このこのこれ絶対歩いてるやん、このウォーキングですね。だからそのあの歌詞の続きがここにあるやん、はあ、このテンポで絶対歩いてんねん。でもその考えることもなくなったし、涙をもうあれしたから、もうああ一人ぼっちやなっていう、でも歩き続けてるっていう、確かにこう止まってないっていうのがさ、ここにあるじゃないですか。ここが僕一番やっぱりわっていうの、全然ごめんね、急に打ち合わせもなく、いや面白いですね、やってしまって、うわ、こういうの毎週聞きたいな考察ですか。木村君なんか君が代でちょっと考察してくれない君が代歌詞も全部ソランジレンのに、うん、ソランジレンのお前すいませんごめん、いや怒らんといて怒らんといて、それで怒らんといてあ、いいですよ、うん、まあまあね。で、焚き火はこの間の、 今年入ってからね、配信を、はい、はい、2曲、3曲ね、はい、3曲全部でやりましたんでね、うん、その辺結構まあ、正直僕は配信もだいぶ早いんですよ。もう多分配信も8年ぐらい前からやってるんですけど、そうですよね、そのストリーミング配信っていうかな、 Spotify とか Apple とかね、はい、いろんなコーラの配信をやってるじゃないですか、はい、ところがまあ日本でなかなか定着してこなかったっていうのもあるし、うん、あんまりね、その跳ねないっていうか、こうどうしたらいいかわからんみたいなとこあったじゃないですか。
今日でもナイツのラジオ聞いてて、うん、おサブスクすげえなって言ってました。幅広、うん、その次元やね、2020年に言ってる次元。今そうなんや。だから多分いろんな人にそんなんできるよっつってやらへんって言ってやってきてもらって、うん、まあなんかねみんなをなんか分からんままやってくれたりしたけどね、はい、焚き火もやったらですよ、うん、正直もう今までここの僕は8年間配信やった史上一番回りましたね。ああ聞かれてた楽曲がね、はいはいはい、でも最近その後にあかねちゃんが出て抜かれましたけどね。あかねちゃんこの間あのリコーちゃんと作ったあの 若手の6曲のコンピレーション作ったんだけど、その中にあかねちゃんという曲があって、はい、あかねちゃんの曲が1曲あるんだけど、バンドのやつですかね。あかねちゃんは弾き語りで18歳ぐらいの子やけど、うん、家で全部やってキーボードで作ってドラム入れたりして、で今回そのコンピに入れてやってんけど、あっという間に抜かれたね。滝めっちゃ回ってる。すごいな。でも本人が一番びっくりしてる、だって普段18歳の子が家で一人でキーボードとヘッドホンで作ってるものが、そうか言うたら出たらね。でなんかドイツのラジオかなんかにかかって、ヨーロッパで日本より今回転してる、日々そういうことがありえる時代やということですね。いや面白いなと思って、だから俺はこう8年やってきて、その一応なんかそのね僕のところに全部の再生回数の順位がまあ出るわけですよ、はいはいはい、毎日、はい、ほんならやっぱりずっと最近焚き火出してから焚き火ずっと1位やってんけど、はあすごいなと思って、ラッキーもあるし、でもよかったなと思ってたら、うん、すごいすね、あかねちゃん今倍ぐらい回ってるから。あそうですか、うん、あくそすごいな。でなんとかしてあかねちゃんに乗っかる方法を考えないとね。そうか、家庭教師でもするかな。いや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 、焚き火フューチャーリング。あでも18歳からやっぱりね家庭も厳しいし、あそれもあコロナの時やし、やっぱ両親がやっぱそのレコーディングをここでするとか、はい、やっぱりちょっと反対するわけです。反対があるんですね。やっぱり家出てほしくないとか。あそっかそっか、そうでな、そういうのもあるしさ、なんか難しい時期やったやん、まあ、今もちょっとやばくなってきて、一時期ね非常事態宣言出た時は本当にやばかったじゃないですか、そういうのもあるし、まあその曲を1曲やりましょうかね。えあかねちゃんの曲じゃない。焚き火の、あやりましょう、焚き火の方の曲、うん、なんて曲ですか？ 3 曲ありますからね、うん、いやもう雨が降ればいいのになっていいんじゃないですか。ちょっと待ってください、僕楽譜担当なんでちょっと待ってください。あそうか、あれか、新曲有名なやつこれあった、よいしょよいしょ。これなんかコメントとかあっても全く誰も見てないんでね。あ僕見てます。あ本当？今からあらかじめ言っときますと、うん、まあ久しぶりすぎて失敗しますよねこれ多分。いやいいんじゃないですか、とりあえず雰囲気伝われば、はい、あんまりこっちがピンピリピンになってる空気も伝えたくないっていうか、そうですね、楽しんでる感じで、まあ、ピリピラしてませんからね一切ね。あ、まあ、今先あの日の丸を全部覚えてないというところがピリッとしたけどね。まあ僕そういうのはね、そういうのは根に持つタイプ。根に持つって何？なんで根に持つの？いきますか。よし、じゃあいきましょう。どのテンポやったか、あばん雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純な、ごめん間違えた。さらっていいですか。ちょっとさらうときよりリバーブ消しとこう。さ、雨が降れば、これ雨が降れば、いや、え、なんでちゃうの。あ、ここか。うん、まあ、何回やってみましょう。はい、ワン、ツー、エイ、ワン、ツー、スリー。雨が降ればいい、ちょっと一回曲流そう、なんか
練習する。いやいやいや、今なんで、え、僕間違えてました。え、だって笑っていたい、笑っていたいか、当てる、当てる、じゃあ僕ですね。まあじゃあちょっともう一回やってみましょう。はい、もう一回いきましょう。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純なことで僕は笑っていたいから、顔をすることもグツグツ煮るのさ。妄想の果てでいつもお腹が満ちるなら、向上することも今は棚にあげてるのさ。単純なことで僕ら笑っていたいから、純粋な夢を食べてグツグツ煮るのさ。構想することでいつもお腹が満ちるなら、向上することも今は毎週一発目にわかりました。 OK です OK です。はい、毎週一発目これにしよう。あ、もう一回やりたいわ。まあいかにいつものライブがうまくいってるかっていうのを分かってもらって。そうですね、結構あれですからね、白票を踏んでやっておりますからね。まあでもなんかそのなんていうの、ライブがないと練習しないバンドってまあいっぱいいるじゃないですか。はい、結局ね、僕らは、まあ、練習してるのかしてないのか分からないですけど、とりあえず周囲変わってますからね。いやいや、それ何、ベースは持ってきてますよ、うん、それは。そうそう、ね、ギター持ってきてるけど、うん、それはいいの、それはいいの。いや、それはやっぱり音楽やから、別に格段すぐにみんな上手くなったりしないからね。まあ確かに、ある程度ね、すぐにはね、もう皆さんベテランですから。プレッシャーなるの。いやいや、でもそういうもんや、別に伸びたりしないでしょ。あ、コメント来てます。なんて、聞いてます、楽しみしてましたって来てます。あら、ありがとうございます。聞こえてるんやろね、ちゃんと。これそうですね、よかった。このウィーンっていうの聞こえてるのかな。バルス。いや、バルスバルス、はい、そっちの方ですね。なんかやりますか。はい、何がやりたい。
雨が降ればいいのに なんでやねんちょっと悔しい、まあ、まあまあまあでもね、でもこれをちょっと時間を置いてやってできるかっていうのが本当の意味の、そうですね、やっぱり分かりました、今すぐはまたできると思 うさ、ベテランやからもうええわ、そこはもうできるじゃないですか、もうベテランなんですか、君たちベテランでしょ、いやもうね中堅ではない、30超えたらもうベテランちゃいますか、もうね、あそっか、そりゃそうか、年数だけですよ、あの腕とかちゃいますよ、え、じゃあ僕らの先輩は何になるんですか、え、大御所、あ、大御所音体とか、うん、音体になったらもうギターさらやから、年だけサーラー方が上手くなるって言ってるから、ね、ああ、そうかそうか、確かにクリエイティブなね、イマジネーションがやっぱ、ね、そっか、でもほんまやん、ここまで来たら多分これ以上良くなろうと思ったら1年ぐらい音楽やめてみた方が一番いいかもしれない、ほんまどうでしょうね、いやなんかやっぱりそういう頭の中になる音楽っていうものが出てくると思うね、うん、今もうすごい手垢にまみれた音楽ばっかり、あいいこと言いますね、たくさん、ね、なんかよくね、海外バンドとかだったら、うん、ドラッグ漬けで何年か放棄した空白の時間とかありますよね、うん、とかまあなんかレコーディングで1ヶ月とかこもるとかね、そういうのかな、まあ大好きよね、はい、まあそういうのもありますけど、まあ何やろ、何の曲やりますか、次はこれがずっと部分ついてるの、うん、レコーディングした曲いきますか、じゃあ他の何やった、アンジェリー、 あれできるでしょ、スノーインザブルス、やりましょう、うん、あ、そうですね、これはちょっとリバーブ深めにしようかな、これここ接続がないと同じなんだよな、あのな、それじゃないノイズな気もしますけど、いやこれ絶対今触ったら、ね、触って消えるから、 あ僕のヘッドホンだけなんか常に常にノイズ乗ってるの、あ、乗ってますそれは多分頭の中のノイズだと思う、痒いって頭の中が痒いんだっつっていいよ、いいっすけど、では聞いてもらえますか、はい、スノインザブリュース、食べたね、いいね。
た5時を過ぎても5時を過ぎてもまだ眠れずに潜ってる。お腹が鳴り始めて危険を伺うわけじゃないけど、冷めたスープグツグツ番の歌詞は初めて一緒に書いたんですけどね。これない方がいいんじゃないの。これあるからないものはできないんじゃないの。そうっすね。取ってしまった方がいいよ絶対。多分。あ、ほんまですか。いや、わからん。一回それで、ね。でも多分書いてな長いやん、新しい歌詞やから。これだけ書いてないんですよね。まあ。あそこはね伝えたがいいから、はい。すみません。朗読しようか。毎週ございます。あ、そうか。はい。メロディア歴じゃないですか。初日はもう勘弁してください。さあ今日はまあテストみたいな。金玉みたいな。どっちのっすか。こっち左右か、それ聞いてどうなんすんの。直してくれるの。あ、右やったらいけますとか。聞いてどうなんすん。いや両方やったら嫌やなと思って。まあね、右やったらいけるって言ったの、はい。コーラ飲んだらいけます。いやなんか、うん、まあまあいいですね。これも配信しましたね。スノーインザブルースね、はい、これはもういびきのブルースでございますね、はい、お互いこう喧嘩して、うん、なかなか寝つけなくてこう沈黙の喧嘩っていうの今のまあ、ね、そんな喧嘩やったんですか。コールドウォーっていうんですか。ーコールドウォーは冷戦ですな。まあそういう感じじゃないですかね。アメリカと中国みたいな ね、うん、そういう状態になって、うん、でもそれでもやっぱお腹空くから、うんね、じゃあちょっとスーパー温めて食べるって言ったらいらんって言ったけど、ええとこね、おかわりするんかいって。すいませんね、ええとこ触らず申し訳ない。でお腹いっぱいになって寝る。寝ていびきをかいてるのを見て愛おしく思うという。いいですね。そういうね、素晴らしい、いびきのブルースじゃないですか。だから僕は心のブルースを歌ってたつもりだけど、彼女はいびきでブルースを歌ってる。寝てんかい、ね、そうだから I'm singing the blues やけど、彼女は snow in the blues っていう、そういう男と女のいつまでたっても交わらないこうギャップみたいなのあるじゃないですか。多分古代からあったでしょうね、うん、それは洞窟の中からあったでしょう。それはそうですよ。このあれ配信であれなんですね、うん、なんか曲の解説も聞けるっていう、ね、いや今歌詞があれだったからね。ああ伝えたいじゃないですか。ぼやけたら申し訳ない、私のせいです。あ、そうなんですね。いやでも僕がカバーできたから僕も出てこなかったからそれはね、バンドのせいです。あ、僕のせいでした。まあでも毎週良くなっていくんじゃないですか。ああ確かに多分それはねあるでしょう、はい、うん、最後だって酒飲んでだけるときもありますから。練習酒飲んでるだけのときもあるじゃないですか。あるんすか。練習っつっても言っちゃった。あります。 あったじゃないですか。ほぼそうでした。うわ飲むんやって言ってね。なんだよコロナなんかって言いながらこうみんなね、ふざけんじゃねえよっていうのがありましたから、ね、パーンってね。こういうね企画で健全に音楽力を上げていけば、はい、
います、ね、素晴らしい、うん、そっか。なんか木村君があのギターを買って新しいギターをね、はい、ん楽譜、はい、いるんですか新しいギター。新しいギターご機嫌です。かわいいです。フルアコって言って、はい、アコースティックギターにピックアップをつけた、はい、ではこれはもう楽譜なくてもできるやつしましょう。はい、お、
はい、というわけで聞いていただきましたね。暮らし暮らし。でもやっぱり本番前にちょっとやされた方が良かったね。うん。1回だけでもいいね。そうね。はい。まあちょっと突然ですもんね、全部ね。バタバタしましたからね。社内ちょっとテスト今日1回目なんで、ちょっと配信とかいろいろね準備とかあったりして、これ毎週やるんですよね。毎週木曜日、はいはい、毎週やりますんで、うん、で3週目僕がギリギリに帰ってくると思うんで、3週目ギリギリセッティングをお願いしたいんですよ、ね、ほうほうほう、うん、私毎週3週目ちょっと打ち合わせ等がございまして、あ、なるほど、こちらに到着が11時ちょうどになるかと、どうぞどうぞ、はい、思われます。分かりました、任せてください。まあでも決められた時間じゃないですからね。そうですよ、大体でございますから。はい、大体よね、大体竹山の健一ですから。大体なんですね。さあ、ということで暮らしもやったし、あともう確実にいけるっていうのもあるでしょ。もうあります、全然練習してないけど、うん、あります。あれやりますか。誰と。いや怖いな、途中が分からへんねんな。途中4拍子と3拍子のところ。ああ、祈り、うん、あのダンスダンスダンス、うん、ね、正直でも僕らもいつライブできるか分かんないですもん ね、うん、ね、そうですね、これでね、こういうのってでもなんか投げ銭とかどうしたらいいんやろうね。 YouTube ですか。 YouTube スパチャみたいなやつ。 あれはでもほらパートナーズじゃなくて無理やから、うんうん、そうじゃなくてなんかね、まあ郵送でもいいですけどね。そうやな、書き留め、てか道歩いてたら投げてもらってもいいよね。顔面にそれで拾えって言われても拾えます。拾えます、うん、それは嫌いますけどね。ほね、いろいろあるんでしょう。木村くんなんかやりたいのないですか。ダンスダンスダンスいいんじゃないですか。あそこでも途中が俺不安やね。ああ、そうっすね。なんか最近1番のサビがね、2番のサビになっちゃうんですよ。いや、ここはもう最近これしか練習してない新曲やりましょう。ちょっと待って、はい。わからんわからん。新曲何曲あったよね。はい、トゥトゥトゥの方ですか。トゥ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 の方ですか。何だっけ。え、だあ、そっちです、そっちです、そっちです。これ見ていいでしょ。それは見ていい。この曲、この曲練習するとこの曲しか出ないもんね。そう、だってこれは練習を配信するっていう、うん、あ、そうなの。あ、そうなんや。じゃなかった。いや、そのでもコメント来てます。はい、癒されます。伸ばし棒がいっぱいついてます。あら、ありがたいです。あと、夜になってます。癒されつつクスクスしてます。あ、そのまま眠りついていただけるといい夢見れるんじゃないですか。見れんか。でしょ、明日も仕事やし。いやいやいや、じゃあもう平日ずっと悪夢じゃないですか。確かに、うん、じゃ あちょっと最近ちょっとやってるね、まだ完成してませんけど、はい、完成途中の曲ということで、はい、いやちょっとタイトルも決まっておりませんけどね。あれ、決まってませんでしたっけ。まあ、一応仮タイトルが Giving you something っていうことでね。かっこいい。あなたに何かをあげるっていう。何かなんですね。うん、感じでございますね。はい、では行きましょうか。はい、ワン、アトゥー、アバーテテ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 。Believe
今作ってますからね。まだ完成してませんけどね。どうですかね。まあなんかもうちょっとあれやね。F か触ってたけやな。F E。F か。うん。F E D C。こうやな。ちょっと練習していいですか。途中でギターソロの後あれもな、うん、パン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 やもんな。え、やったよね。それ1回目やろ、2回目も、2回あんで。え、2回あるんですか。2回あるよ、ギターソロの終わり。あれ、たくさんのアドリブかなと思ってました。今のアドリブ、それが多分。あ、ほんまですか。絶対忘れてるやろなと思ったから。あ、そうそうそう。あ、すいません。てか、いつも忘れてるやん、そこだから。あ、そうか。とっさの、じゃあもう一回やりました。クソ、C って言っても一回やるよ。いつも練習何回もやるやん。何回もやって合わせるやん。まあそうやな、新曲やから。今ね、やってみましょう。はい、ワン、アトゥ、ダン、トゥ、ダッタトゥ。なんで走んの？すいません。ワン、場所があると思って。ワン、トゥ、ディッティトゥ。Just happened.
you know since the day we met It just kind of never believe And I'm singing in this song for you ちょっとわからなくなったっす。3回なんや、3回なんや、2回、2回、うん、でもその2回目の時はバッチやったよ。まあそこはバッチ。そうそうそう。これ寺山さん次第では一生続く曲ってことっす。そういうことやな。このリズムが難しそうやな。難しいっす。パッパラッパッパッパッめっちゃむずい。むずいっす、めっちゃむずいっす。パッ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 。でもいけそう。すいません、練習やがりますけど、これ今合わそうとしたらめっちゃミスすると思ったわ。はい、まあこんな感じで毎週良くなっちゃいます。はい、これ短いよね、もう一曲ね。めっちゃまあ、そうですね、うん、短いし、短いし、いい歌になってきた。で、ちょっとやっぱりちょっとあのアイドリングいるよな。いや、いります、いります。いや、何でもそうや、何でもそうや。何でもそうや、何でもそうや、何でもそうや。いきなり何でもできへん。もうそうや。怪我する。あ、いいな。これいいですね。あ、いい、あ、いやいや、置くだけですよ。俺もやっぱりね、手持ち無沙汰。やっぱりなんかあるじゃないですか、あのこうやって曲と真剣に向き合うと、はい、でしかも全曲あのヘッドホンしてるし、あの LINE やから、はい、全部聞くりゃに聞こえるじゃないですか、はい、意外と。いや、めっちゃ嫌や、それ思ったらね。でもまあ、でもいい練習になるよね。そうですね。いや、正直言ったらいつもの練習こんな感じですよね。これで、うん、何3回ぐらいやりますもんね。まあ正直言っていつもの練習、多分僕もっと口悪いと思うね。あ、いや、そうですよ。今日はお上品ですけどね。あ、え、来週からどうなるんですか。何が口悪なるんですか。いや、ならないですよ。
じゃあこの練習最高最高だってまあでも僕そんなうるさいどっちかというと僕めっちゃうるさい方やけど、いやそう、いやうるさいというかなんか的確というか、もうあんまうるさくせずにお地蔵さんなんです最近僕のモットーは。な何かあったんですか。お地蔵さんでいいんです。何か起きたんですか。お地蔵さんでいいんです。あんまりね、結局言ってもおせかいやし。いやいやもうはい、そうそうそうね、そうなんかな、分からんけどね。もうあんだけ言うたら気づいてるやろっていうことでしょうね。それまあベースミートしたから手話しても大丈夫思いますか。あ、よかった。結構、ね、初の試みってなんか面白い、面白いですね、うん、ドキドキするけど面白い、うんうん、そうですよ。やっぱりこれでみんな何回もやってるから、はい、聴いてる人も曲覚えてくれるんちゃう。ああなるほどね。あ、こう今回はうまくいったとかね。そう思ってくださったらね。刷り込みがね。いやありがたい。刷り込みがでなんかまた同じ曲かいと思ったら寝れそうじゃない。はい、ああいいですね。今度もうライブしたらみんな寝るんちゃう。いや究極的にはやっぱりね。あほんまや。なんて？いやライブしたら寝るんちゃうかって、うん、あの条件反射で。条件反射。もうみんな枕地さんとか。ああいいですね、ライブですか。パジャマパーティー。ああいいですね。ね、お休みパジャマパーティーしたらいいんじゃないですか。うん、いいな。ゴザ引いてね。ゴザ引いて。まあみんなが今どんなパジャマ着てるか今ね、はい、ツイートしてくれても全然いいです。みんなパジャマとか着ます。なんじゃそれ。なんか AV の夜みたいな。いやでもパジャマって難しくない。だってさ、めっちゃ大事やんパジャマ。着ます？パジャマってあります？私着ないですけど、私デナですから。え？でも女性にとってココシャネル。じゃあマリリン・モンロー分からへんけど、はい、まあ、ドームと女性にとってやっぱりね結構こだわるでしょパジャマ。そうなんですか。やっぱり寝心地とか、あこうお風呂上がって、ね、まあまあ理想としてはこだわってほしいですね、うん、女性に。だけどさ人に見せる機会ないやん、うん、そういうのって、うん、そうですか。お気に入りのパジャマつってもなかなかね、はい、そういう街で歩くわけにいかんし、うん、まあね、うん、その人のためにやっぱりパジャマパーティー。パジャマね、パジャマいいなぁ。俺も買おうかな、パジャマ。いっちゃ僕もなんもないですからね。確かに、うん、あのちゃんパジャマ着たらやっぱり、うん、でも1着やったらやっぱ洗濯せなあかんから、はいはいはい、やっぱ 2,3 着いる。ああいいなぁ。あでも俺ちっちゃい時パジャマ着てましたね、そういえばね、着せられてるよね、寝巻きね、うん、寝巻き着てたわ。いつからこんな習慣Tシャツ寝るようになったね。そこらなったんやろね、多分ね。あそうでしょうね、丁寧さがこう抜けていくんやろね。まあでもパジャマ用の T シャツってありますよね。あるね、ある決まってますよ、ね、あるある、落ち着くやつ、うん、ダルダルのやつ、ね、ダルダルのやつダルね。それで選手権やって面白いかもね。あどんなんで寝てるか寝てるかそんなもあるかもしれない。そんなんで寝てんの。ノリつけてるやつとかね。中学からこれやねみたいなやつ。これやねと寝れへんね、うん、やばいな。そんなんあるかもしれないけどな。まあでも焚き火も新曲が増えてるような気がするんですけど。いや増えてますよね、最後のライブでやってない曲もいっぱいあるんですか。そうですね。ね。そっか、これもやってないですもんね、うん。確かに。雨が降ればもうライブやったことないんじゃない。やったことないっすね。うん。そうよね。そういう意味では。木村くんね、つむつむしてんの。いや、僕あのパジャマで思い出したんですけど、うん、こういう帽子つけて寝るの理想やなと思って。ああ、スリーピング。あ、これなんていうんやろうと思って。そうでしょ。ナイトキャップ。あ、ナイトキャップですか。何のためですか。何のためにつけるか分かんないですけど、頭が冷えないためじゃん。あのなんか魔法使いみたいなね。ピノキオがつけてるやつやろ。ピノキオとかあとチャーリーブラウンとかね。ああ、うん、でも全然売ってないですね。え、こう全然売ってないですね。作ったやん。作ったやん。グッズでグッズで兄ちゃんに頼みや。ナイトキャップでできた。へえ。でも寝心地変わるんちゃいます。やっぱあるからには。ええねえ、なんか意味ある。頭締め付けられる意味見るわ。いや、やっぱり寒いとこはやっぱり、あ頭も温めるんじゃん。あ、そういうことですか。だって布団から出てるでしょ。笹山寒かった頭。だからよ。笹山。布団だってかぶってもやっぱ頭寒いやん。だってここかぶってましたもん、うん、布団で。それであるんじゃん。そういうことか。でも顔が一番冷たいですかね。寒い寒い。ね、うん。顔冷たいね。じゃあもう顔も全部隠しちゃったら。ほう、なんか最近なんか。あるっすけど、なんか口だけ開いてる帽子っていうか、それはもう重心サンダル以外引退したね。いやもう枕と帽子が合体してるやつがあるんですよ、うつ伏せに寝ても枕やし、どこ向いても枕なんですよ360度。もう堕落の極みはね、どこでも寝れるいや、そうです、あの、どこでも寝れるよっつって。いいですね、うん、お高いんでしょなんと
1万から2万の間す。高いな。高いな。それは高い。思ってたより高い。高い。自分で作ろうかなと思う俺これ。さあ次何かしましょうかね。はい。もうすぐ1時間経ちます。え、早っ。早いですけどね。楽しい。楽しいけど、こういうなんかドキドキ久しぶりやから楽しい。うん、何やる？なんか最後はやりたい曲決めてんね。はい。あのちゃんとあともう温まってる僕らがちゃんとあの笑う歌いをやりたい。ああ。ため息つくね。いい曲やなと思って。いい曲やね。それ以外だからちょっともう少し温める。あの配信したあれやりますか。アンジェリア。アンジェリアやりますか。はい。でも俺今日カポないねんな。カポないんすか。カポがないとできんねんな、あの曲。じゃあできないじゃないですか。できないね、カポがね。カポないね。それなんですか。ガットギターですか。ガットギター。ガットギター用のやつあります。え、なんで寺山さんベースやのにカポ持てるんですか。え、これ何カポやったっけ。4カポちゃいました。4カポか。ちょっとさらってごめんなさい。これは歌詞がいるわ。ああ、これあれですもんね、寺山さん歌詞見て歌ってんですね、これ。 I meant it too。 アンジェリアーすよね。すいません、米音ちょっと上げてもらっていいですか。あ、ごめんなさい。俺全然ないっすね。ないの。これもあの配信してますから。あった。結構終盤にあった。結構初期の曲やのに終盤にあった。うん、それじゃあ、それじゃあ。え？マジで。アンジェリアって書いてますよ。全然見つからへんやないですか。貴重面サイボーグの寺山さんがすぐ見つけれない。貴重面サイボーグな、うん、あ、これちゃいます？あ、それ。これか。ディシャブですね。なんか、え、聞いてない。あ、ちょっとあのネジを、万力をちょっと一回外して万力をちょっと強めてもらって、万力って言うんですかそれ。あ、そういうことね。万力言うんですか。万力でしょ。万力ってやばいな。もう今日はアホなことばっかで笑ってる。はい、いけました。あれ当てる。三カポちゃん、三カポした、すいません。行きましょう。ワン、ツー、スリピクトル。おじさんの後ね。なんかおかしかった、おかしくない、大丈夫、いける。指で弾こう。ワン、アトゥ、アワン、トゥ、ティティトゥ。
shed, and he's come to all alone to get myself back on the track. And he's kind of feeling to shape, 'cause I'm a little bit shy to speak. My heart turns bright, so late in alone. えらい久しぶりにやってる感じするもんね。いやそらそうですね。早くなかったですもんね今テンポ。うん、手絡まってた。やっぱりちょっと一回さらうって一回さらうって大事です。来週ちょっと10時ぐらいから一回さらわない。そうですね、まあ、配信の仕方もね慣れたら。そうですね、続けてどんどん行きましょうかね。は祈りやってみようか。祈りも古いからいけんじゃん。覚えてるかな、僕も覚えてないかもしれない。ちょっと難しい曲多いんかもしれないね、そう言われてみるとね。いやそうですよ、そう、ね、全部難しいっちゃ難しいですよこれ。だから難しいんか。そういうことね。これもあ、くそ危ない危ない、真ん中よいしょ。はい、はい、では祈りという曲ね、僕本当は一番好きなんですけど、はい、伝わればいいなと。あ、僕からやったっけ。はい、ベースが鳴っても。あ、ごめんなさい、すいません。Show.
背に乗せてそのままで伝わるといいなそう願ってあなたとただ生きたいだけそうぜそれで何週いけるかな。まあでもいいんじゃないですかね。なかなか久しぶりにやったねこの曲ねえ。ほんまに何か前回のライブ以来やってなかったんじゃないかっていうぐらいじゃない。そうですね、練習でもしてないですもんね。今日せえへんよね多分ね、うん、そのライブ飛んでから、まあ、言い訳になりますけどね、うん、ちゃんと練習したら1回やと思いますよ。あ、ほんと？いや、2回はありますよ。2回あったっけ。2回は多分、まあ、でも毎週当てるよね。毎週は当てます。毎週は楽しくやってる。楽しくやってるね。お菓子とかね食べながら、あでもないこうでもない。あれ俺には聞こえてたけどみんなに聞こえてなかったもん。何ですか。あの時音楽を聞こえてた。焚き火あんまりやってたから、うん、さあというわけでどんどんいきますかね、はあ、時間の方も遅くなってきた。今何時ぐらいですか。いますか。今10分、12時10分。あ、ほんならぼちぼちね。今日は1回目ですし、本当は僕はね、2時間やりたいんですよ。あ、そうですか。10時から12時とか、うん、そんな感じがね、いいかなと思うんですけどね、うん、まあでも、まあまあ、毎週となれば、毎週となればあんまり無理せず、はい、っていうことになりますから。ぜひ、焚き火の方、Spotify とか Apple Music とかいろいろ聞けますし、はい、Twitter とかもやってますしね。 Twitter とかもありますしね。通販もね。え、通販もやってるし。通販も、はい、カセットとアメリカだけで売れている。あ、びっくりしたね。でもほんびっくりせんかった。しました。びっくりしました、うん、ねえ、ちょっとまだ不安なんですけど、ちゃんと届いてんのかなと。ねえ、リアクションないもんね。はい、まあないですよね、うん、でもやっぱりすごいびっくりしたよね。アメリカで何枚売れたんですか、はい、アメリカだからレコードが何枚売れた。3枚。3枚も3枚売れたんじゃない。すごいですよね。うん、日本ではゼロじゃないですか。あ、アイカさん買ってくれたのか。だから5枚しか作ってないから。ああ1枚しかないですよ。うわ、やれ、おっちゃ。あ、じゃあ数量めっちゃ限定ですね。はい、うん、急いで買ってくださいね。まあまあ、そのね、まあ可愛いじゃないですか、レコード。カセットテープもございますし。カセットいいですね。カセットテープかもう何本か売れてますよ。それも5本しか作ってないから、まああと3本ぐらい、2本か3本あると思う。まだ物が欲しいとね、うん、聞いて思ってくださる方がおられれば。そうですね、何からアクセスしたらいいんですかね。これはね、これあのあれでいきます。ツイッターでいきます。ツイッターから、うんうん、なるほど。では最後の曲にいきますか。最後いきましょうか。夜も更けてきましたし、はあ、まあなんか皆さん寝てるから、もう一回雨が降ればやりたい。あ、やるやるやる。あ、ほんと雨が降ればやりましょうか、はい、やっぱりね、本当にいけるのかと。いけるのかっていう。これあれですか、歌詞いらないですか。いりますよ。もちろん。じゃあそういう焚き火の曲で今ね、アメリカで
すごい聴いていただいているありがたい予想外の展開ですけれども、その曲聴いてもらいましょう。雨が降ればいいのになという曲でございます。ワン、いける？もうちょっといる？え、あ、これね、はい、え、大丈夫です。ワン、あと、ワン、ツー。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純なことで僕ら笑っていたいから、純粋な夢を舐めてグツグツにいるのさ。のその過程がいつも顔満たすなら、ずっとそうすることも雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純なことで僕ら笑っていたいから、純粋な夢を舐めてグツグツにいるのさ。妄想の過程でいつも顔見ちゃうなら、あかんわ、ダメだ、気になる、めちゃめちゃ、すいません、あかん、いやいや、ちゃうね、僕があの何気になってますか。あのね、ここ歌詞カード置いてくれてるじゃないですか、はい、もう目が見えないんですよ。あ、目が目が見えないよ、11時超えると、はい、見えないんです。もう見えてないのに見ようとするとダメだ。どこが何、数字の羅列とひらがなが、あ、なるほど、もうごちゃごちゃになってグツグツセブンとかに見えてくるお前いつもマイナス、マイナーとか。あ、見ない方がいいって、見ない方がいいな、しまってない、はい、見ないでやろう。もう一回いきましょう。どっから、最初から、最初からいきましょう。あと、あ、ワン、ツー、ティッ。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純なことで僕ら笑っていたいから、純粋な夢を舐めてグツグツにいるのさ。妄想することも今ならってあげるから、誇張することも今は棚にあげてるのさ。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。雨が降ればいいのにな、僕は君を独り占め。単純なことで僕ら笑っていたいから、純粋な夢を舐めてグツグツにいるのさ。妄想することもいつもお腹が満ちるなら、誇張することも今は棚にあげてるのさ。
かな。すいません。リズムがな。全然見てませんもん。え？必死自分で。あ、自分で？はあ、いやいや僕は結構聞いてるし、めっちゃクリアに聞こえるから。めっちゃリズム好きなんだ。すいませんね。余裕がないよ。余裕がない。全員に余裕がない。全員に余裕がない。今日もね。たくさん僕の余裕もなかったですか？キムちゃんこの刻み出してるやん。こ最近。刻み？あのあサビとかですか？このパッパッパみたいな言うてるやん。あれがめっちゃ気になる。2拍目がめっちゃ気になる。うん。あこ。そうそう。ちょっと早い。そう。そうやね。雨が降ればいいのにな。僕は気はい。降りじめ。雨が降ればいいのにな。僕は君を独り占め。目細めると近づきます。まだ多分ね、でまた歌うと狂ってくるんだよね。あーそうそう、歌難しい。難しいよな。前までうわこれ俺たくさんとシンクロ率高いわと思ったけど全然できんくなった。いやでも今日はみんないっぱいいっぱいからもう今日はよしとしよう。うわそういうのな。次回頑張りましょう。はいはい、というわけで、ね、優しい優しいな、たくさん。え、いつもこんなんやろ。いや、え、バームクーヘン食べる？優しさは気違いです。え、一枚ずつ剥いだろ。いやいやいや、みかんちゃうんで。大丈夫です。はい、では最後に今日はありがとうございましたということでね、はい、ゆっくり寝れるお休みソングをね。そうですね、結局やって、はい、こっちちゃうな。今日どうする？これアーカイブ残す？どうする？いや残しません。残しても多分聞きません。聞いた方がいいかな。いや僕らは聞いた方がいいで。そうですよね。アーカイブになってもいい。ん？残しましょうか。うん。ね、もう全部もうさらけ出すと。さらけ出す。やっぱその出来上がっていく感動をそうです、ね、みんなと共に分かち合うという。今はもう何隠す時代じゃない。かっこいい。かっこいいな。では。嘘でしょ。嘘だ、こっち見てた。目が見えてへんの俺。では最後に行きましょうかね。はい、大丈夫ですか？一回触ります。一回触りましょう。お触りタイム、はい、お触りタイム、はい、お触りタイムあります。サボテーブルー。軽くやりますか。そうね。ただいまコードをさらっております。いける？自転車今最後のウーの音が気になってきた。明日も君と一緒にいれたらいいな。あいいな。このまま本域のリバーブ入れてみようか。はは、どう？あんまり？へい、へい、どう？深すぎる？眠りの世界。わわわわ。ダバダバ。シュワ。述べられた。
ちゃおう。風引く？君に会いに行くんだ、君に会いに行くんだ。自転車も君と一緒にいれたらいいな。いいな。このまま素直に年をだって泣いたって構わない、僕は泣いたって構わないんだ、君が泣いたって構わない、って変わらない。ささやかな日々を積み重ねてみるんだ。匂いも色も山の形さえも、昨日も
どうでした？来週楽しみ。来週そうですね。うん、ちょっとずつね、ちょっと、はい、取り戻して僕らも行ってるんでね、はい、ぜひお付き合いいただけたらと思います。はい、ということでこの時間はね、焚き火の、時間、はい、お休みライブということでお届けいたしまして、はい、また来週木曜日お会いしましょう。はい、なんかあります？最後告知とかあります？大丈夫です。大丈夫です。ということでね、じゃではちょっと。クロージング特集どれ？コメント来てますよ。配信来た。あ、コメントも、はいはい、ゆるい感じが好きです。またいい夜をつって。またチェックします。それいただきましょうか。あ、ゆるい夜を。またゆるい。またいい夜をと。あと眠くなってきましたってきました。お、最高やん。はい。ではまた来週。うわ、ジェットストリームアンドかみたいな感じや。夜11時にお会いしましょう。ありがとうございました。焚き火でした。渡辺陽一みたいになってる。いや、中井貴一やで。中井貴一なんや。あ、これのギターの名前クルムダテですもんね。